でもどうなんだろう、これ一番悪いのが、シーズン序盤からこれだなっていうのをやるとおかしくなるのかね。わざとこういうのやってたりってあんのかな。やっぱ俺全38節とかのリーグ戦やったことないからさ、最初から最適解みたいなの出すと、なんか最適解だとしても中盤でだれるから、ずっとメインだとダメみたいなさ、このあたりで肉料理来ないとみたいな、最初はまずスープからみたいなあんのかね。その時その時で最適解が違っていろんな種類を出すって感じに思ってるんだけど、わざとその最適解じゃないので勝たなきゃいけない日とかあんのかな。俺もないと思ってんだけど、この言い方ってない感じの人じゃん絶対。なんそんなわけないみたいな感じじゃないだろっていうないだろう、いずれにせよそれもあんのかなみたいな、じゃないとなんか納得できない感じのさ、自分たちが苦しくしてるように見えるから。キーパーがフォーバック入るのって保険のバックパックパスなくなりそうですけど大丈夫ですか。僕もそう思うんですけど、シティぐらい上手いと大丈夫なんですよね。大丈夫ってことになるっていう。ペップ好奇心旺盛すぎて思いついたこと全部やってるから、いやそれあるよな。で参謀も好奇心旺盛な人じゃん。二人ともそれだったら止まんなくなるってありそうだよね。僕の好奇心は笠原くんが止めてくれるんでね。あんまり以上とペップだとこうしてああしてこうしてさって、選手ももうねめちゃくちゃ年俸を払わないと雇えないような選手たち雇ってるからさ、そしたらもうなんかアイデアが変でもなんかこれはいいなみたいになりそうだね。モードファッションを極めすぎておしゃれから遠ざかってる感じ。いい、それ確かにそれが一番ね、わかる。若月千夏の感じでしょ、ペップがハーランド。でもペップはポゼッション安定させたいから、ハーランドがあのベルナード・シューバーに占えないって言ったのは、今の状況だとそんなやる必要ないって言ってたのね。ただ正直俺ハーランドの肩もしたくて、なんでかっていうと、その繋ぐことによって危なくなってんじゃんっていう。だからだいぶね、ペップのね、ロマンによって、それがみんな上手いから安定って見えるんだけど、実際は超危なっかしいから、僕はペップの方が悪いと思います。てか絶対そう。安定させられるポジションの配置とかしてるんだけど、そうじゃないから。で、それが何かっていうと、最初の形はもう、ちょっとめんどくさいは置いとくけど、今、さ、両ウィングが、ユリアンとホーデンがガッと入って、この両脇をウィングバックがこう取る形になってるじゃん。インサイドハーフとボランチでこう降りてきて、ここでビルドアップするんだけど、まあ、まずここがこんな綺麗に作れてないから、こういう風にポゼッション安定させるような配置でできてないっていうのが一つと、もう一個は、最初の形だと、こっちのサイドバック、リコルイスの中上がって、で、ウィングが入って、みたいな。で、こう、間取らしてみたいにやってたんだけど、ここの逃げ場があったのが、リコルイスが上がる役割になって、他の人が降りてくる役割になったから、ここがね、つなげたいというか、明けを助けられるような立ち位置の人が少なくなったっていうのと、あとこっちが、低い位置をビルドアップの時とか、なんかこの辺がごちゃついた時、ウォーカー残るんだけど、ここってもう、パス行ったらこう、はまり出すから、低い位置でサイドにはまるから、これちょっと内側だったらさ、そう、パスコースできるし、そう、中にも戻しやすいし、この横パスの、距離が長くなんないから、こう狙われにくいってわけで、ウォーカーずっとここいるから、ここただのハメパスになる。だ結局、で、こういう中でキーパーに戻したとき、こういう風にして、間の人をこう、ね、捕まえながら、つけて落としてみたいなやるけど、結局、誰かがこう、全部追ってきたところからの、つけて落としてみたいな形とかじゃないから、別にそんな剥がれないんだよ。だ結局、一発裏でハーランド狙った方がいいとか、こう、ホーデンとかこう引きつけたときとかに、こうハーランドとか、まあ、逆のね、こうの時のこうとか、そっちがいいっていう風になるのは、まあ、ここが危なっかしい分当然っていう。それはもうピッチ上でも肌感覚で感じてるから、でもペップとしてはなんか、多分ベルナードにあれ言った後にペップが間だけの剣幕で言いに行ったから、チームとしてのコンセプトと逆だぞみたいな言い方があれ。実際はそのコンセプト自体が危ないし、得点にも繋がんないし、ハーランドの方が僕は正しいと思ってますね。で、これを、こういう風にするとさ、確かに4、こう、5-2-3でこうだから、こうはまりやすいじゃん。でも、この時って、今やってるみたいに、ロドリとかさ、ベルナード・シューバーがこう降りてくるじゃん。結局、ここでズレ作れるから全然大丈夫だったり、あと、普通にこうはまったとしても、キーパー含めてのこの形だと、より一層相手が出てくるから、こういう風に。だから、この一発が通りやすいから、こうで、こうしてるとさ、ここほっといていいじゃん。こう行ってからはめればいいから。だから、こっちの方が、こういうサッカー、この、ダイレクトにやるサッカーも、当てて落としてをやりやすいんだよね。で、中にいた方が捕まえられるかもしれないけど、当てた時に、レイオフ入りやすいから。そう、だからいろんな面で、まあ、やってんだけど、でも、もうシーズン序盤は、ペップシティってなんかこんな変な風になってて、最終的にはちゃんと、こういう形でサッカーしてたりとかするから、まあ、毎年の風物詩って感じですね。ハーランドちょっと納得いってなさそうな。ボスが言うから、そういう感じでやるけど、正直もっと点取れたと思うとりますって顔してるね。こういうの顔にちょっと出るからおもろいよな。うん。わかるからな。うわぁ。ちょっと納得いってないじゃん、みたいな。ちょっと後で話すから今はそんな顔しないでて、みたいな、あるよね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。
見え